藤井美晴の人生片道切符。こちらの放送は乗り鉄旅好き藤井美晴の鉄道の旅を中心にお届けします。皆さんこんにちは。乗り鉄列車の旅が大好きな藤井美晴です。よろしくお願いします。こちらの放送はですね、日本全国 JR 線の踏破を目指し各地を旅した写真に大好きなミュージシャンのアルバムを BGM にして編集したフォト動画の紹介になります。鉄道好きはもちろんですが、国内旅行や一人旅に行きたい方、観光地の写真を見るのが好きという方もどんどんコメントや DM ください。お待ちしております。さて、人生片道切符ボリューム79の旅は、日本百名城山梨県甲府城になります。ふとほうとうが食べたいと思うとふらりと日帰りでよく行く甲府、実は日本百名城が2カ所もあるのです。今回は駅のホームから矢倉が見えるほどの高アクセスの甲府城、舞鶴城公園をお楽しみください。鉄道、バス、徒歩で行く日本百名城3城目、山梨県甲府城スタートです。
鉄道、バス、徒歩で行く日本百名城三城目、山梨県甲府城、いかがでしたでしょうか。城跡のある公園ってどう回るかいつもすごい悩みます。一筆書きじゃないけど、なるべく同じところを通らずにうまく見どころを回る。舞鶴城公園は比較的回りやすかったです。スタンプ集めるまでは桜の季節に本丸行って満足していましたが、黒金門の先にも見どころたくさんありました。甲府は日帰り18切符の体験にも良い距離なのでおすすめです。さて次回、甲府城のスタンプをもらった後、続けてこちらも行ってきました。甲府にあるもう一つの日本百名城、武田氏館をご紹介します。楽しみにしててください。藤井美晴の人生片道切符、また次回の放送でお会いしましょう。